続いてのチャレンジャーは兵庫県からお越しの野添純子さん33歳。淡路島は洲本でお父様と一緒に製紙会社を営んでいる野添さん。こちらは畳のへりの型崩れを防ぐために必ず入っているという畳へり下紙を作っており、なんと全国で8割のシェアを誇るのだという。しかしそんな野添さんにはある深刻な悩みがあった。それは大きな湖のようになっています。おととし10月、西日本に甚大な被害をもたらした台風23号。野添さんの地元でも近くを流れる洲本川が氾濫。工場は1メートル50センチの浸水被害に遭ってしまった。そのため水没した機械の買い替えや修理などで抱えた借金はなんと7000万円。そこで野添さん、ぜひとも1000万円を獲得して災害時の借金返すね。決まった。果たして高校娘は父の会社を救えるのか。今日応援どなたですか。父の忠志が来ております。頑張れ。水かぶっちゃうとどうにもならないですか。まあ工場全部水没ですから。あら、はい、それは惨めなもんですよ。まあ畳ってのは日本の文化ですしね、うん、その畳を支えてる大事な部分だもんね、へり下紙というのは。今日お嬢さんにいくらまで行ってもらいたいですか。やっぱり行くならてっぺんの伊勢万。では野添純子さんのクイズ、ミリオネア。高校娘野添さんの挑戦。台風で水没したお父さんの工場を救うため野添さんは B 心。正解。次々と正解を重ね、平城京、平安京。 C 平安京でお願いします。正解。ついに150万円獲得。お父さんも思わず感動。では250万円カフェラテのラテの意味はどれ。砂糖、牛乳、半分ずつ、大学時代の友人の高橋です。いいですか。ゆかちゃんだ。250万円ですからね。250万円。ではどうぞ、はい、カフェラテのラテの意味はどれ。カフェラテのラテの意味はどれ。砂糖、牛乳、牛乳、半分ずつ、半分ずつ、褐色、褐色、どれどれ。早く。これ牛乳。牛乳。マジで。違う、分からん。絶対。ほら。カフェ。カフェは多分。カフェは。まあでも会場の皆さんと電話と自分の気持ちが一致したので B 牛乳で。はい。B 牛乳。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。どうやって難局を乗り越えてきたんですか。いやもう無我夢中でね、従業員と一緒にですね、やっぱり頑張ってやってね、やっぱり
辞めさすわけにもいかんしね。あ、リストラをするわけにもいかない、はい、いかないですよね。やっぱり向こうも生活ありますからね。そりゃそうだろうね。お父さん頑張ったね、はい、その社員をクビにしないでったらすごいじゃない。何人ぐらいいるの？絶対40名ぐらい。社員喜んだね。うん、いい話ですね。ねえ、ぜひとも1000万持って帰っていただきたいですね。本当だよね。さあ、まずは500万円同様てるてる坊主で、てるてる坊主は天気にできなかったらどうするって歌われてるんです。逆さずりにする、首を切られる、土に埋められる、落書きをされる。てるてる坊主ですよね。どう歌っていいですよ。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれって。何も出てこないですよね。そこまでですか。その後続き歌ったことない。ないですね。じゃあちょっとこの中で一番厳しい処置で。ああ、でも首を切られると。責任重大いうことでね。 B 首を切られる。 B 首を切られる。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ではこの250万には戻れません。お父さん、ついにあと2問で1000万、はい、彼女はもしかしたら淡路島のスターになる。そこまでいかんでしょ。厳しいね。お父さんそこに座ってるもんじゃないもんだから ね。さあ、世紀の一瞬が近づいてまいりました。750万円現在の数字の0はもともとどんな形で表されていた。 A マイナス、バツ、テン。0は0やと思うんですけどね。
言って。ついに淡路島からやってきた野添純子さんが1000万円に挑む。野添さんの実家は畳の縁の型崩れを防ぐための紙、畳へり下紙を作る工場を営んでいる。しかし、この辺りは大きな湖のようになっています。一昨年10月の台風23号で工場は浸水し、その損害実に7000万円。野添さんの1000万円の使い道はもちろん、弱り果てるご両親のための借金返済に充てたい。野添さんがもしここで次の問題に正解すれば、おめでとう、実に1年ぶりでミリオネア史上11年目の1000万円獲得となる。娘は奇跡を起こせるのか。野添純子さんが挑む運命の最終問題。もしこれで1000万円が生まれるとちょうど1年ぶりです。花輪君、はい、そこから見てて彼女どう見えますか。いや、なんかね、もうオーラがね出てるんですよね。こうやって行きそうな気しますよ本当に。ミカちゃんどう。やっぱり取るべき人のところに行くんだなって実感しているので、絶対頑張ってください。お父さん、ちょっと激励の言葉一言かけてあげてくださいよ。最後まで頑張れ。任せて。本当に今淡路島が燃えてますよ。さあ、では参ります。1000万円仏教の開祖釈迦が生まれたとされるのは母親の体のどこから。つむじ、涙腺、脇の下、へそ、すればもちろん1000万円です。挑戦はします。いけ、やっぱでも最初に思ったのと微妙に残ってる印象で C 脇の下。 C 脇の下、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。
ではこの750万には戻れません。正解。気分はこのお嬢さん、いやいや、その度胸のええのにね、感動しましたね僕は。ありがとうございます。1年ぶりのミリオネアですよ、はい、ありがとうございます。感動した、執念を感じましたね。執念を感じた、ありがとうございます。本当よくやりました、おめでとう。